いたしました。第2部オープニングは、先日2020年のオリンピック東京招致が決定したのを記念いたしまして、1964年の東京オリンピックファンファーレ、そしてオリンピックマーチを続けてお送りしました。先のロンドンオリンピックでは、私たちの仲間である自衛官の選手たちが素晴らしい成績を収めたことも記憶に新しく、7年後の開催が今から楽しみです。さて、皆様の中で NHK の連続テレビ小説をご覧になっているという方はどのくらいいらっしゃいますでしょうか。たくさんいらっしゃいますね。最近ではアマちゃんが大ヒットいたしましたが、このシリーズは1961年から続いている番組です。次はそんな連続テレビ小説の音楽で、1999年から2000年にかけて放映されましたアスカのテーマ曲風笛をお送りしましょう。奈良県飛鳥市と京都市を舞台に和菓子職人として成長していく女性の姿を描いたこの作品。オープニング曲はオーボエという楽器で演奏され話題になりました。優雅で甘いメロディーを本日は三等海奏大平真理子のオーボエソロでお聴きいただきましょう。